皆さんこんにちは。平山美希さんは真夏の出来事などで1970年代初めの歌謡界を飾った不思議な歌姫として有名です。元夫はバンバ博文さんです。今回は平山美希さんのこれまでの経歴を中心に深掘りしていきたいと思います。まずは平山美希さんのプロフィールを見ていきましょう。平山美希さんは1949年8月22日生まれ、東京都の出身です。メジャーデビューしたのは1970年11月10日です。時は潮が引いていくように学生運動が収まり、日本中が狂喜乱舞した日本万国博覧会の喧騒も去った1971年の夏でした。多くの若者たちがぼんやり耳を傾けていたのが深夜ラジオです。そんな若者たちのしらけた心を甘酸っぱくとろけさせて大ヒットした曲が1971年5月にリリースされた平山美希さんの真夏の出来事でした。その鼻にかかったハスッパでハスキーな声と独特のグルーヴ感が醸し出す失恋のイメージは、まさに70年安保の挫折を象徴しているかのようでした。その点で平山美希さんの真夏の出来事は60年安保の西田幸子さんの発表した楽曲アカシアの雨に打たれてと比較して論じられても良い名曲といえます。デビューして数年でヒット曲にも恵まれた平山美希さんは順調な歌手生活を送っていました。1977年になるといちご白書をもう一度や幸子などがヒットしたフォーク歌手で、現在はラジオのパーソナリティも務めるバンバンことバンバ博文さんによる猛アタックの末に結婚します。平山美希さんは1977年にバンバ博文さんと結婚しましたが、2005年に離婚しています。離婚理由はバンバ博文さんの女性問題だったようです。2人の間には1981年2月2日に生まれた息子甲賀博之進さんがいます。2006年に公開された映画ダブル副隊に出演するなど俳優として活躍していたこともありますが、一時期はボクサーとして修行していたとも言います。現在何をしているのかは公表されておらず、一般人に戻っているものと思われます。平山美希さんは日本音楽高等学校を卒業し歌手デビューを果たしました。平山美希さんの特徴ある声や歌は1970年代初めの気分を伝えていたと言われています。楽曲の多くは当時の女性たちにとって憧れの街だった横浜や横須賀、原宿、六本木などを舞台とし、都会で暮らすおしゃれな女の子たちの恋愛模様が歌われていました。そんな彼女の楽曲のほとんどは作詞橋本敦史、作曲堤恭平のゴールデンコンビによるものでした。デビュー曲として1970年11月に発売されたビューティフル横浜や1975年8月に発売された真夜中のエンジェルベイビーなどにそのテイストが色濃く現れています。堤恭平さんは1968年12月発売の石田あゆみさんのブルーライト横浜に始まり、1972年8月発売の小林麻美さんの初恋のメロディなど、おしゃれで都会的な正統派アイドルに数多くの楽曲を提供していました。平山美希さんは堤恭平門下生の中でも個性に富む秘蔵っ子の一人であったと言えるでしょう。平山美希さんが語ったところによると、自身は感情移入して歌うタイプではなく、詩を音としてさらっと歌い流すタイプの歌手とのことです。堤恭平さんが依頼を受けた時はまず歌手が歌っているのを聞き、歌い手の良さを見つけてそれを引き出す楽曲を作っていたと、その凄さを振り返っています。他の人は歌ってほしい曲を提供してくることが多い中、最大限に歌手の持ち味を生かすように作られた堤恭平さんの楽曲は歌いやすかったのだそうです。平山美希さんの良さを引き出す堤恭平さんの楽曲とマッチして大ヒットとなったようです。昭和のヒット曲を多数生み出した堤恭平さんは2020年1月にこの世を去っています。平山美希さんを一躍人気歌手へと押し上げ、レコード売上50万枚を記録した真夜中の出来事は歌謡曲というよりは1980年代に花開く J-POP の先駆け的な名曲といえます。そのため1970年代音楽に詳しい考事家たちにとって平山美希さんは今でもカリスマ的人気を誇る歌手です。また真夜中の出来事を清水ミチコさんや太田裕美さん、シルバさん、
稲垣潤一さんなど多くのアーティストたちカバーしていることでも、この曲が名曲であることがわかります。平山美希さん自身も2016年7月に真夏の出来事を真夏の出来事から Now & Then というタイトルでセルフカバーしており、この名曲は廃れることがありません。平山美希さんはデビューしてからしばらくして真夏の出来事で一気に知名度を上げましたが、当時のライブでも真夏の出来事をライブ内の頭、中間、最後のどこに持ってくるかで悩んだといいます。また同曲が大ヒットしすぎてこの曲しか代表作がないと思われるのが嫌で、一時期は封印していたこともあるのだと述べています。しかし今では真夏の出来事について大事な歌だし、ヒット曲があるのは恵まれているし、すごいことじゃないですか。これがあるから私は今歌っていると思ったんですとインタビューで語っています。平山美希さんは2017年4月に黄色が好きすぎて周囲の人の目をチカチカさせていることを反省するためバラエティ番組有吉反省会に出演しました。洋服や衣装はもちろん、家具に至るまで身の回りのすべてを黄色で統一しているという平山美希さん。デビュー当時に自身のラッキーカラーが黄色ということを知り、以来すっかり黄色にハマっていたのだといいます。反省後に行われたライブでは黄色を脱ぎ捨て黒の衣装に身を包み、黄色からの脱却を図ったようです。他の色がいいと言ってくれる人がいるうちにやってみようと思いました。黄色は楽でしたが悟りましたとインタビューで語っており、他の色にも挑戦する決意が固まったようでした。以後2019年のライブ写真でも全身黄色ということはなく、アクセントカラーとして黄色を使う程度に落ち着いているようです。2020年2021年にアップされた公式 YouTube 動画の服装では黄色の占める比率が戻りつつあるようにも見受けますが、インパクトを残す戦略的な面もあるのでしょう。黄色を好んで取り入れてはいるものの、ステージ上で他の色もかっこよく着こなせるというイメージチェンジには成功したと言えるかもしれません。平山美希さんは2019年10月にレコードデビュー50周年を記念して昭和歌謡名曲カバーアルバム昭和歌謡を歌うをリリースしました。石田あゆみさんのブルーライト横浜やザ・ピーナッツの恋のバカンスなど往年の名曲を平山美希さんの歌声でカバーしたものが収録されており、編曲はオリジナルを尊重しています。どの曲も平山美希さんならではの歌い方、声で表現されており、オリジナルとはまた違った魅力にあふれたカバーアルバムです。またアルバムの最後には平山美希さんの新曲愛の太陽が収録されています。実は平山美希さんは以前大病に侵されたことがあります。大腸がんを告知されたのは1995年8月のことでした。兆候はその1年くらい前からあったといいます。もともと下痢をしやすい体質だったのに、逆に便秘に悩まされるようになったというのです。心配になった平山美希さんはかかりつけの近所の内科に行ってみてもらいました。そしたらお医者さんに、最近大腸がんが増えているので便の検査をしましょう、容器を出しておきますから今度来るとき持ってきてくださいって言われたんです。でも放っておいたんですよ。検便って小学校の時の嫌なイメージがあるじゃないですか。心理的な抵抗感が大きかったんですよねと当時の心境とともに様子を語りました。検便を拒否した平山美希さんは便通を良くする方法をあれこれ考えた末、毎日1個パイナップルを食べるようになったそうです。パイナップルは大量の食物繊維を含んでいる上、胃腸の働きを良くする酵素も入っているので便秘の予防には一番いいと思ったといいます。それからしばらく体に異変を感じることはなかったそうです。しかし翌年の夏、家族旅行でアメリカに立つ前日の午後、平山美希さんは激しい腹痛に襲われました。実はその日の午前中、平山美希さんは近所の内科に行って薬を処方してもらっていました。数日前から胃がムカムカする感じがあったので、旅行中の備えに持っていくことにしたそうです。薬を出してもらった平山美希さんはその日の午後、旅行に必要なものを買い揃えるため車で京都市内にあるデパートやショッピングセンターを回ったそうです。激しい腹痛に襲われたのは駐車場に車を入れて外に出ようとした瞬間でした。足の先からお腹の方にビリビリビリッという痛みが走ったんです。右側の下の方が痛かったので、これは盲腸に違いないと思いました。
そこで家に戻ってすぐ午前中に行った病院とは別のかかりつけの病院に電話を入れて、お医者さんに、どうも盲腸みたいなので散らす薬はないですかって聞いたんです。楽しみにしていた年に1回の家族旅行を盲腸ぐらいで不意にしたくはなかった。そしたら、そんなものないです。第一、盲腸かどうかもわからないのだから早く来てくださいと言われて、すぐに行きましたと当時の切迫した状況を述べました。かかりつけのクリニックの内科医は血液検査と触診を行った上で、平山美希さんに、旅行どころじゃないですよこれは、と言って、その場で洛北にある総合病院に電話を入れてベッドに空きがあるか確認をし、翌日診察を受けられるよう予約を入れたそうです。次の日、紹介してもらった総合病院に入院しました。もちろん旅行の方はキャンセルです。がんだということは家族には知らされていたのですが、平山美希さんには一切知らされず、大腸と小腸がつながっているあたりにポリープができて腫れているので、それが激しい腹痛を引き起こしている、治すのは手術で腫れているところを切るしかないという話だったそうです。回復手術が行われたのは入院して2週間ほど経った時のことでした。すぐに行われなかったのは、炎症が起きてがんのあるあたりが腫れていたため、まずそれを抑える治療をする必要があったからでした。手術は無事終了し、麻酔の管理もしっかりしていたので痛みに苦しむこともなかったといいます。平山美希さんが本当は大腸がんであることを知らされたのは退院間近になってからでした。家族から知らされました。軽い口調で、実は大腸がんなんだよって。黙っていると退院後、私が薬を飲まなくなると思ったので知らせた方がいいと思ったんですね。ショックは全然ありませんでした。多分そうだろうと思っていましたから。というのも、家族にがんだったら嫌だねみたいなことを言うと、何も答えないで他の話に行っちゃうんです。がんじゃなかったらはっきり違うと言うじゃないですか。だから薄々がんだろうと思っていたんです。でもお医者さんからは手術で取ってしまえば治ると言われていたので、がんかどうかはそれほど気になりませんでしたと述べています。しかし、平山美希さん曰く、術後がとにかく大変で後遺症に5年間悩まされたといいます。退院前になると、主治医から自宅に戻ってから留意することについて説明がありました。この時、平山美希さんは腸をつなぎ合わせた部分が腹膜と癒着すると腸閉塞が起きる可能性があるので、それを防ぐためなるべく歩くように言われたそうです。平山美希さんに現在旦那さんはいませんが、未婚理由は元旦那である番場博文さんとの結婚生活が辛すぎたからだとも言われています。平山美希さんが番場博文さんと結婚したのは、前述の通り1977年のことでした。当時音楽番組で共演したことがきっかけで交際がスタートしたのですが、番場博文さんが平山美希さんに一目惚れし、猛アタックの末、平山美希さんのハートを射止めたのでした。平山美希さんも番場博文さんもお互いに歌手であるため、どうしても不規則な生活リズムになりやすいのも事実です。結婚した当初はストレスがなくとも、日常の小さな不満やイライラが募っていき、気がつけば修復が不可能なほど2人の間に溝ができてしまっていました。そしてさらに、番場博文さんには平山美希さんの他に好きな人ができてしまったため、その女性とのことを優先したいという理由で離婚話が持ち上がりました。番場博文さんは両親と一緒に住んでいた京都の家を出て、その女性と一緒に暮らし始めたのですが、平山美希さんは息子さんと一緒に京都の家で以前と変わらない生活を送っていました。そしてその間に離婚協議が幾度も行われたのですが、平山美希さんとしてはこれまでと同じように家族みんなで仲良く暮らしたいとの思いがありましたので、できれば離婚届に判を押したくないというスタンスでした。両者の意見が平行線となる中で一石を投じたのは、番場博文さんの両親でした。お互いに別々に暮らしている2人を思ってか否かは明らかになっていませんが、息子番場博文さんのことが大切だと言われた平山美希さんは、遠回しにではありつつも、今住んでいる家を出ていけと言われていると察知し、家を出る覚悟を決め、2005年1月に番場博文さんと離婚しました。離婚した当時の平山美希さんの年齢は55歳でした。離婚の原因が番場博文さんの不倫ということで、
世間では平山美希さんのことを擁護する声が多数上がっていました。先ほどもお伝えした通り、平山美希さんは結婚していた当時、ばんば博文さんの両親と同居していました。自分の両親ならともかく、旦那さんの両親と一緒に暮らすというのは相当なストレスがかかるものと思われますが、そんな生活を20年以上もの期間続けたこと自体がすごいことです。離婚の原因は、ばんば博文さんが他の女性のことを好きになり、一緒に暮らしていた家を出て行ったことではありますが、長らく離婚届に判を押さなかった平山美希さんに離婚を決意させたのは、ばんば博文さんの両親から投げかけられた息子のことが大切だという言葉でもありました。義理の両親と一緒に暮らすのが心の底から嫌であれば、当初から同居はしていなかったはずですし、たとえ住み慣れた家であったとしても、旦那さんが家を出たのであれば、そのタイミングで自分も家を出ようとなるのが自然です。にもかかわらず、平山美希さんが家を出ようとしなかったのは、いつかばんば博文さんが自分の元に戻ってきてくれるという期待があったこと、一人息子である馬場公の新さんを育てていく上で、自分一人だけの環境下で育てるよりも、祖父母と一緒に生活し育てていく方が上層面でも効果が高いと考えたからだと思われます。ばんば博文さんが他の女性のところへ出て行き、ただでさえ気落ちする状況下にあったにもかかわらず、戻ってくるという保証がない旦那さんの帰りを待ちつつ、義理の両親とうまく波長を合わせながら生活していくことで、知らず知らずのうちに平山美希さんには相当な負担がのしかかっていたのだと思われます。離婚するまでは気づかなかったものの、離婚して初めて自分自身が相当辛い環境に身を置いていたことを実感し、息子さんとの二人暮らしがスタートしてからの身軽さがとても快適に感じられたことから、平山美希さんは現在も未婚なのだと考えられます。平山美希さんとばんば博文さんの息子さんの名前は甲賀博之進さんといいます。見るからにイケメンですが、甲賀博之進さんは1981年5月7日生まれで、現在は40代。結婚しているのかどうかやお子さんがいるのかどうかは一切不明です。2011年にはフランス留学をし、帰国してから現在までは京都にあるボクシングジムでトレーナーをしています。いかがだったでしょうか。今回は平山美希さんのこれまでの経歴を中心に深掘りしてきました。2020年11月にはサリー久保田さんが自身の還暦を記念して、ソレイルの人気曲魔法を信じるをセルフカバーしたシングルに平山美希さんがボーカルとして参加しています。現在も精力的に活動をしている平山美希さん、これからもその独特の歌声で昭和を知る世代だけでなく、平成世代のファンを魅了していくことでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。